まあ、昨年はねやっぱり自分たちの車チームの力、まあ、総合力はね、まあ、どのぐらいのレベルにあるのかなと、まあ、そこで一回出てみて確かめて、目標はもうとにかく優勝しかないんで2連覇目指して、はい、頑張ります。でチームの全部の責任を負わなきゃいけないんで、やっぱりその優勝をね受け負わなきゃいけないんで、まあ、そういった意味ではねやっぱり今年は去年の5倍ぐらいプレッシャーありますよ。例えばその3台のうち1台でも完走して優勝してくれたら僕はそれでもういいんで、狙うはもうこれだけな、1位だけしかない。だから初日もうとにかくもう3台フリーだと自由に走って、ある意味そのスタックしたからとか何かでトラブったからもう助け合いは絶対するなと。そしたら2台失っちゃうわけじゃないですか。そうすると最後1台戦える車1台しかなくなっちゃうんですよ。だからもう最初の初日は、まあ、チームワーク大切だけど、もうとにかく止まったら自己責任、他の車はもうそのままノンストップで行ってくれっていうことは言ってます。リファとチャヤポン、田口くん、まあ、この3人で、ね、みんなこれねやっぱりかなり個性ねあるし、みんな違うんで、例えば同じことでもやっぱりこのねその言い回し、やっぱりその人に合ったアドバイスを、まあ、的確にして、そして常日頃の、まあ、実力をね、まあ、100% 以上を発揮してもらえるように、はい、しっかり支持していくつもりです。 Drive your ambition, Mitsubishi Motors.